no fish. Yeah, 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 yeah. Oh. こんにちは、くまみきです。突然ですが、皆さん、SSFF、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアってご存知ですか？言えた。これは米国アカデミー賞公認の日本初アジア最大級の国際短編映画祭です。俳優の別所哲也さんが代表で、リリコさんがアンバサダーを務めています。毎年100を超える国と地域から5000本以上の応募があって、その中から厳選された約200作品ほどが様々な部門にて上映されています。でもどうせ短編でしょ。で、短編だからってね、舐めちゃダメ。初年度は映画スターウォーズで有名なジョージ・ルーカス監督の学生時代の作品も6作品上映したり、もう超有名な監督の初期の頃の作品が見れたり、これから有名になるかもしれない人の作品が見れたりっていうね、結構すごいイベントなんです。しかも皆さん無料で楽しむことができます。詳しいことはまたちょっと後で、まずはね、ショートフィルムって何なのっていうところをお話ししたいと思います。ショートフィルムは短いものは1秒から、長いものだといろんな長さの尺がショートフィルムと定義されています。ショートショートフィルムフェスティバル&アジアのオフィシャルコンペティションでの規定は25分以内です。ちなみにアカデミー賞は45分以内、カンヌ国際映画祭の規定は15分となってます。そんなショートショートフィルムフェスティバル&アジアなんですけど、プログラムの数がね、もうこれありすぎてね、全部紹介すると朝までのスーパー特番になっちゃうから、今日はね、私が気になってるプログラム3つ紹介したいと思います。まずはチルドレンプログラム。未だにね、映画を見るときはついつい可愛いアニメから選んじゃう私なんですけど、今回国際短編映画祭の中では世界最大規模のクレルモンフェラン国際短編映画祭協力のもと、大人も楽しめるキッズ向けのショートフィルムがたくさん公開されます。で、今流れてるのが僕の可愛いクロコ。クロコクロコ、このワニがね、エンドウ豆を赤ちゃんと勘違いして育てちゃうんだって。すごいほっこりして可愛いですよね。フランスでは幼稚園からショートフィルムを鑑賞するっていう教育が取り入れられてるそうです。そしてこちら、なんかとってもおしゃれな映像ですね。これはファッションショートプログラムです。ファッションって聞いたら、こうファッションショーとか CM とか的なって思ったら大間違いです。おしゃれなだけじゃなくって、ファニーでヒヤッてして感動する、そんな作品がたくさん揃ってます。映画を見てその後近くのカフェでお茶したりショッピングしたりしたくなっちゃいます。そして最後は地球を救え部門。温暖化ストップとかエコーとかね、普通に聞いたらちょっとお堅いかもしれないジャンルなんだけど、こんな可愛いアニメーションだったり歌だったりでユーモラスに環境問題を描いています。でね、どんな作品があるのかなってこうウェブサイト見てたら、みんなが知ってる芸人さんたちの名前がたくさんありました。こういうところでも活動が見れるんだなってすごいびっくりしたんで、皆さんもぜひチェックしてみてください。以上、今日はショートショートフィルムフェスティバル&アジアのご紹介でした。ざっくりどんなものかっていうのは分かっていただけたかなと思うんで、ショートフィルムを初めて見る方への映画祭での作品の見方をご紹介します。一つのプログラムは約110分、数分のものから最大25分以内のショートフィルムを集めて一つのプログラム構成になってます。一つの作品の尺が長いけど作品数が少ないプログラムを見るか、短い分数で作品数が多いプログラムを選ぶかはあなたの好み次第です。6月4日木曜日から6月14日日曜日まで上映で、一部のイベントを除いて
会期中の上映プログラムは無料上映になってます。で、開催場所がいっぱいあって、表参道ヒルズスペースO、渋谷シダックスカルチャーホール、ラフォーレミュージアム原宿、ピッツコムスタジオ&ホール、二子玉川ライズ、虎ノ門アンダーズ東京アンダーズスタジオ、みなとみらいブリリアショートショートシアターって感じでいっぱいあるんで、行きやすいところでもぜひぜひ足を運んでみてください。私も今回オフィシャルレポーターをさせていただくことになったので、もしかしたら会場あちこちいるかもしれないです。そんなわけで今日いっぱい喋ったんですけど、イベントの詳細は動画概要欄にあるリンクをチェックしてみてください。そして SSFF の YouTube チャンネルにはたくさんの予告編の動画がアップされてるので、そちらを見てね、予習しとくのもいいと思います。私も結構まめにチェックしててね、そしたらもう見たい作品がすでにたくさんあって結構大変です。それじゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。